卵うん、大丈夫、余裕だよ。写真撮ってしまう。ジンめっちゃ安いぞ。おお、あった、俺が食ってるポテチ。始まりました、ナグティビ。あ、ジン、俺さ、うん、新幹線乗ってたらさ、シュン君と会ったよ。お、マジで？ちなみにノーグッド TV の話はした？してない、一切してない。いや、じゃあ席座っててさ、あれ見たことある子人っぽいなと思ったら、おーってなって、めっちゃ俺緊張してもうてさ、あ、うん、シュン君、あ、っていうかもうほぼほぼ初めましてだねみたいな感じになって、あ、そうです、今から大阪行くんです言うて、なんかわからんけど、俺フィルムカメラ持っててんけどさ、その時、うん、写真撮っていいですかって言って写真撮ってしまう。でもそれをちゃんと現像して送るっていうのが俺のミッションであるから、うん、あ、なるほどね。そうそうそう、連絡先はノーグッド TV で交換したんだっけ。うん、 LINE してる、 LINE してる。で、あ、そっかそっか。うん、なんかいきなりすぎてちょっと緊張しちゃいましたっつって、まあ落ち着いたら、うん、飲み行こうよってなってたから、ちょっと行ってくるかもしれない。だからジンも、ジン来てほしいねんな。俺それだけのために東京帰るの。いや、俺って緊張しちゃうじゃん。だって俺。でもやっぱあのノーグッド TV で一回会ってるからちょっと違ったんじゃない？全然違う、いつもとは全然違う。あ、オッケーオッケー。なんかでも俺なん正解って何やったんやろな。写真撮っていいですか、逆に正解だったんじゃない？そうなのかな。いやでもそれでさ、フィルムで撮ったら、だって撮られることないやん、あんまり。まあね、普段のあれをね。そうそう、俺それあげたいね。でもなんかいきなりで写真撮っていいですかって、ほんま何やねこいつ、止まれたかなと思ってさ。大丈夫でしょ、現像してあげて。それやんないと、あの、ただなんかファンになっちゃうから。ただの、そうだよね。ちょっとしてくる。海外のスーパーに行って買い物した時に、これ日本でも買えたらなと思った商品はありますか？なんかアメリカでしか、海外でしか売ってないって何なんやろな。クワーズライトとか。ああ、あのビール、あれ日本に売ってない。確かに売ってないよね。俺でも海外のスーパー行ったら何買うやろ。牛乳。牛乳は何が違うの、日本。日本って1リットルしか売ってないよ。でっけえじゃん、向こうの牛乳。しかも賞味期限長くね、なんか知んないけど。それなんだよね、ちょっと不安だよね。でも日本が早すぎるんじゃない。いやでもそれだけ新鮮なのかもしれない、日本の方が。ああ、でも卵とかもそうやもんね、きっとね。こっちの卵信用できないからね。いいよ、俺全然生で食うよ、卵。うん、大事。うん、余裕だよ俺。そこちょっとね、神経質なんだよね。あ、そうな。ええわ、もうちょっとぐらい腹壊してもええわと思って食っちゃう俺、全然。いや、もうあかんかん。いや、でもお前そうやって鍛えていかなあかんで、ね。そんなアメリカで、あの、中羽の卵みたいな信用し、期待してるわけじゃないやん、だって。中羽の卵美味しいよね。またアイドリングしてる、ちょっと待って。関係ないな。中羽行きたくなってきた。今日は日本で入手困難な商品を多く取り扱っていて、さらに安く買うことができる通販サイト、iHerb を紹介します。 iHerb は世界150カ国以上で利用できる自然オーガニックの視点でセレクトされたサプリメント、コスメ、食品、日用雑貨などを取り扱う EC サイト、通販サイトだね。購入した商品は個人輸入扱いとなるため、日本国内よりも圧倒的に安値で購入できます。日本ではあまり見かけない商品が多く、お手軽に日常生活に欠かせないさまざまな海外のアイテムを手に入れることができます。よって、なんと今日は iHerb さんのご協力により1人当たり購入資金2万円分をいただいております。お、すごいじゃん。では早速商品を見ていきましょう。で、ジンがスーパー行ったらこれついつい買っちゃうなってやつとかない？昆布茶。お前それ日本で違うよ、違う。昆布茶っていう発酵食品の、うん、キノコを発酵させて作ったジュース。昆布ちゃうやん。なんだけど、その昆布茶っていうタイトル、うん、あ、そうなんだ。それを飲んでから、あの、俺2年間ぐらい風邪ひいてないわけ。腸にいいっていう風に言われてて、なんかでも安心やんわ。2年も風邪ひかんかったらよかったなって思う。いや、そうなのよ、びっくりびっくり。だ、それ毎日飲んでる。俺、りょうちゃん、いろいろあるよ、カテゴリーで。あ、本当に？日用品、美容、ペット、食品、スポーツ栄養、ブランド、カテゴリーの中で、うん、どういうのに興味ある？日用品かな。あ、わかったわかった。歯磨き粉。
これとか面白いかも。Hello。 これ歯磨き粉なんだけど、炭かな、黒いの歯磨き、あれが。でも、ぐちぐちペーしたら取れるやろ。もちろんもちろん。プレゼントしたら面白いかも。あ、俺、あとごめん、りょうちゃん、俺。ん？ペチとか結構買っちゃう。え、売ってんのこれ。おお、あった、俺が食ってるポテチ。どれ？これ、ハニーディジョン。え、何味だ？ハニーマスタード的な。あ、そうなんや。え、それでも好きなんじん。俺好きで食ってた。お前今度大阪から関西だし醤油買ってきたるわ。めちゃめちゃうまいぞ、関西だし醤油。これも食ってた。このシリーズ。あ、そうなんや。あ、それ有名なポテトチップスを作ってる会社なのかな。なのかな、あのホールフーズに売ってる。ベストセラー、カリフォルニアゴールドニュトリションゴールドシー。安っ！カオエジ。ジン、めっちゃ安いぞ。何これ？114円やって。え？何が？何？ビタミン C。おー、わお。すごっ。え、この iHerb プライベートブランドってやつもあるやん。何それ？多分、ここの会社自体が作ってる、その、自社工場みたいな、なのか分からんけど、自社で生産してるってことでしょ。あ、これにしよっかな、じゃあ。コラジェンって、これコラーゲンなんかな、ジン。コラジェン。そう、コラーゲン。コラジェンアップマリンハイドライズコラジェンハイルロジックアシッドバイタミン C アンフレーバード。よし、じゃあこれにしよう。コラジェン。これ基本的に美容というか健康系なの？なんか飯とか食品系が多くない？そういうサプリメントとかさ。そうね。なんか女性のこうお肌ケアのやつとか、うん、頼まれたこともあるよ。女子とかこれ頼まれたことある？何それ？でもセタフィルっていう、こっち来たら薬局行けば売ってるのが、売ってるんだ。セタフィルとか買ってきてって言われたことあるな。国によってやっぱもちろん基準は違うやろうからな。そうそう、だからそういうものがここで手に入るってことだよね。だから、うん、いやちょっと待って、これアクネピンプルマスターパッチ。あれ、ニキビができたところにピチって貼るやつなのかな。ピンポーってそうだよね。ピンポー、そう。なんか俺見たらいっつもこのグレインフリーグラノーラメープルアーモンドが出てくるな。あ、今日のトレンドなんや、これが。日本ってさ、グミビタミンをさ、ビタミングミみたいなのってある？いや、何それ、知らない。お菓子でビタミン取るの？そうそう、グミで、グミを食べてビタミン取るみたいな。へえ、そんなんあんの。あ、じゃあそれ買おうかな。美味しいの？まあ普通に美味しいよ。大人用メガマルチビタミングミ、天然ラズベリー風味、植物性グミ100粒、1ボトル907円。20本買わなあかんぞ。いやでもポテチ今30個買ったから。あ、ほんと。歯磨き粉も20個買った、うん、あ、今3万円いっちゃったな。ポテチを20個にするんだ。注文する。はい、これ買いました。でもすごいね、この海外のやつをここであれできるんだ。ということで、今回も、西木戸さんのバックスで締め切りたいと思います。はい、15の夜の感想。自由になれた気がした、15の夜。お疲れ様でした。じゃあねー。お疲れ様でした。